でも今みたいになんか撮影現場の裏話とかなんかあったりします。実はこの撮影の時このシーンはこうだったとか。あ、でもそれで言いますと、はい、僕が一番こだわったシーンがですね、あの今回方正は何のために戦っているんだっていうのを、うん、やっぱり共通認識として持っていることで全然違うんじゃないのかなっていうふうに思った時に、まあ、沢村があの ICU に行っちゃって、うん、まあ、僕が制服を見ながらこうやって座ってるシーンがあって、なんかこの制服これだっていうふうに思って、うん、そのままあの脚本家さんと監督のところにこれを病室に持っていきたいってまず打診させていただいて、でその後に最後戦う時にこの血まみれの制服を着たいっていうふうに打診をさせていただいたんですよね。でそれもやっぱり方正みんなでこういう気持ちだよねっていうふうに話し合って、そうだってなって、うん、実際台本には書かれていないところで、うん、あのその背負っているものっていうのを表現したんですよ。それになんかグッときました。あの、うん、本当にリハーサルの時はやってなかったのに、うん、あの本番からってなって、うん、うわってすごい気持ちが動く、雄たけびがあってね、はい、そうなんです。なんかそういうところをしっかりやることがあの方正の強さにつながるんじゃないかなと思って、うん、でもそれもいつもねみんなでね芝居の話をして、いやほんまにそれがめちゃくちゃかっこよかったって。僕あの後輩の役だったんであのもうこの5人がずっとあのお芝居のに関しての話をずっと、あそこはどうした方がいいかな、ここはどうやったらもっと良くなるかなっていうお話をずっとされてて、それはほんまに俳優としてほんまに素晴らしいことやなっていうので、僕はもうそれを静かに聞いてこの人たちについていこうっていう気持ちだったので、あの本当にあの身を任せようって思って、それが本当に心の底から思えるぐらいの本当に素晴らしかったので、それがほんまにやばい。それがこうお笑い芸人と圧倒的に違うところで、終わって打ち上げ行ったら僕らしてる話は基本的にはゴシップですからね裏で、まあ、ここさえよかったみたいな話はしないですもん今闇営業の話ですね。闇営業の話ですね。ちょっと待ってください、触れづらいです。終わった。今特に大きなネタがない時期ですよ。そうですね、ちょっと手ないと方正だけにちょっとグレーゾーンな感じが、そうだね、今もなってますけども、でも結構強引に入れた感じもありましたよね、その最後着るところとかも。そう、最後メイク室に監督が来て、ごめんやっぱりあそこ着れないかもしれないっていう、なしって言われて相談をしに来た時に方正全員で囲んで、え、着れないんですか、チームプレーで、ちょっと段取り見てもらっていいですかって言って、段取り見た後に監督が着ようってよしって、もうみんなでガッツポーズ。じゃともすればあのシーンってなかったかもしれない。あ、全然全然、もうでも普通に初見で見てる僕らからしたらすごく重要なポイントであったんや。そうですよね、印象的になったのはすごいね。でここで一つ問題がありまして、まあ、それ沢村のためにやってるんですよ。そうです。で沢村はそこの戦には参戦してないので、ね、後から言うわけですよ、うん、俺らはこういう思いで制服着たんだよ、お前のためにやったんだ、やったんだぞっつったら、へえそうなんですねやるしょ、悪くない、ただの青いよ、本当にひどいんだよ。そう、青いくんはそうなんだ、沢村と位置で聞いてたら違ったよね、それはね、もちろん。そう、そうだ。いや本当にその毎回、うん、毎シーンごとにそういうお話をされてて、うん、で沢村のためになんかそのなんで方正が戦いに参加するんだっていうその大本命じゃないですけど、うん、そのきっかけとして沢村のあの重傷があって、うん、でも実際あのあれでしょ、長い時間かけてあのシーンを撮るわけでしょ、大乱闘は最後、はい、もう1週間とかですよ、1週間ぐらい撮るわけでしょ、土手のシーンとか1週間かけてね、はい、撮るわけでしょ、はい、その間 ICU にいてるはずの沢村は何、実際は何してたの。確かいや、現場にしてなかったっけ。あ、そうだ、そう早めにアップしたよね、た撮影の日は同じだったんですけど、その控え室で控えてました、ゴロゴロしてたそれマジなやつやん。だから俺らが俺らが親子を潰すぞあーって言ってるその回数下の方で机で超えてた、うん、ありえないごめんなさい、あの僕もいなかったんですけど、そうか、そうか、パリに行ってました。パリに行ってたの。そうだ、パリ行ってた。すいません、パリに行かせて。そうだ、パリに行って、でもパリから応援してました。ほんで今日頑張れ、今日ないコックみたいな格好してるわけ。そうなんです、ちょっとパリ帰りのあれがごめんなさい、なるほど、自慢なんですけど、すいません。そしてあのもう一つ今熱き男の戦いが行われているのがラグビーワールドカップですけれども、盛り上がっておりますけど、皆さん見ました、日本対ロシアの戦い。見ました、もちろんですよ、勝ちましたね。どうですか、そう、日本ね、初戦勝ちましたけれども、だってあれこそ男と男の戦いで、もうぶつかり合いですからね、もう団結団結ですよ、一枚岩になって頑張ってもらいたいですよね。ねえ、決めてたな、その言葉
一枚は出たことない30分前から言ってまあまあさっきこれだけ言ってでもやっぱりあれですよね、スポーツでもなんかジャンルは違ってもやっぱああやって熱くなってみんなでこうやるっていうのはなんかいろいろリンクするなっていう風に感じますし、燃えますよね男として、こうぐわーって。会場にスキンヘッド軍団で応援に行ったらどうなんですかこれ。でもね、どうなっちゃうんだろう、まずは締め出されんのかな一回どうしたんですかって言われて、まず海外のメディア飛びつくでしょう、ね、何なんだっつってね、一旦バズるんだろうね、みんなでハカするっていうここでオールブラックスみたいなハカをする、改めまして本日はお越しいただきましてありがとうございます。ですね、やはり僕も昔から憧れていたこういう作品に携わせていただいてですね、やっぱり感じたのはですね、高橋先生の原作を背負っている中でやっぱり悪いとか強いっていうものは表面的じゃないなっていうのをすごく感じてですね、方線をどうやって表現しようっていった時に、じゃ例えばポッケに手を突っ込むとか小石を蹴りながら歩くって、まあ、キャラクターとしてはあるかもしれないんですけど、やっぱりそこでない内側に持っている強さであったりとか、一枚岩の部分を表現したくてですね、本当に後ろにいてくださった80人のキャストの皆さんも含めてみんなで話し合って、一つの方針を作っていきました。喧嘩とかそういう風なところで捉えられる方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり内側に込めてる熱い思いといいますか、そういう部分を今日、皆様に感じ取っていただけてたら嬉しいなとも思いますし、やっぱりさっき TKO のお二人もおっしゃってましたが、年代問わずですね、男女問わずですね、いろんな観点から見ていただけるような作品になっていると思いますので、ぜひ面白かったなと思った方は、周りの友達であったりとか再度来ていただけると嬉しいです。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。10月4日、親子を吊るすよ。